はい、今日は予防について紹介していこうと思います。で、この予防なんですけども、いろんな種類だったりだとかフェーズがあるんですけども、それを今日紹介していきます。まずはじめに、どうして予防が大事かっていうことなんですけども、近年高齢化社会が進んできて、すごい予防に注目を浴びています。で、この一番の要素としては、社会保障費の増大が影響が多いと思います。で、皆さんは多分予防っていう聞くと、病気にならないようにすることっていうふうに思っているかと思います。でもそれだけじゃなくて、いろんな予防の種類っていうのがあるので、それを紹介していこうと思います。まず予防には3つのフェーズがあります。一次予防と二次予防、三次予防、この3つがあります。まず一次予防っていうのは、これ皆さんの思っているようなことと一緒で、まずは病気にならないようにするようにすることです。いい生活習慣や衛生的な環境をすることで病気を予防します。またインフルエンザや今流行っているウイルスなどの予防接種も一次予防に含まれます。これは皆さんの思う予防っていうふうに思っております。で、次に二次予防と三次予防、これについてはあまり知られてないと思うので紹介していこうと思います。まず二次予防なんですけれども、たとえ病気になったとしてもすぐに症状が出るというふうには限りません。で、この症状が出る前にその病気を発見して、早くに治療や保健指導を行うことが大切になってきます。で、そのための健康診断であったりだとか、がん検診、人間ドック、保健指導などが二次予防にあたります。で、最後に三次予防なんですけれども、これ医療機関での治療により病気の悪化や合併症、後遺症を防ぎます。で、治療の一環として行う保健指導やリハビリテーションがこの三次予防に含まれます。なので、例えば言うと、心筋梗塞後の抗凝固剤内服療法であったりだとか、リハビリテーションがこの三次予防に含まれます。今、一次予防、二次予防、三次予防の説明させてもらったんですけども、ざっくり言うと、一次予防は健康の増進と思ってもらって、二次予防は早期発見と早期治療。で、最後の三次予防っていうのは、リハビリテーション、より病気が悪化しないようにっていうふうに思ってもらえばいいかと思います。はい、今日は予防について、いくつかの種類を紹介させていただきました。皆さんはどうでしょう？こういうフェーズを理解しながら予防っていうふうに健康に意識できていますか？できるだけ長く健康でいれるために、こういった予防っていうのを皆さん進めてもらえばいいかと思います。それでは。